環境に優しいバイオディーゼル燃料が給油されています。この夏 JR 高山線でデビューする新型特急車両 HC8号系に供給されたバイオディーゼル燃料、植物由来の使用済み食用油が使われています。成長過程の光合成で CO2 を吸収していることから、燃焼時の CO2 排出量は実質ゼロと考えられている燃料です。昨日は軽油にバイオディーゼル燃料をおよそ2割混ぜて不具合なく走行できるかを検証しました。順調に進んできておりますので、一番いいその脱炭素の方法というのは何なのかということをきちんと研究していかなきゃいけないだろうと。